さて、この天気図を見てください。ここに、低気圧があり、そこから左右に、このように、2種類の線が出ています。これらは、前線と呼ばれています。ここでは、この前線というものについて勉強します。地球上では、陸地と海が複雑な形で組み合わさっているので、あちこちに暖かい空気の塊や、冷たい空気の塊ができます。そして、それがぶつかる場所もできてくるのです。ここに境目ができます。この境目を前線面と言い、その地上と接する部分が、この前線と呼ばれる部分です。では、暖かい空気と冷たい空気がぶつかる部分を詳しく見ていきます。普通、南には暖かい空気、北には冷たい空気があります。そして、このように、暖かい空気と冷たい空気が接するところでは、暖かい空気の方が軽いので、上に上がっていきます。つまり、上昇気流ができます。そして、特に上昇気流が強い部分は、低気圧になります。低気圧ができると、それに向かって、特に、こちらの暖かい空気がたくさん吸い込まれていきますので、このように、冷たい空気の範囲が広がってきます。その結果、このように、ハの字型になっていくことが多いようです。ただ、この時、前にも習ったように、低気圧では、空気は、左回りに吸い込まれていきますので、こっちの前線の方が、早く動くようです。また、日本付近の上空には、偏西風と呼ばれる南西の大きな風の流れがあるので、それに乗って、この低気圧と、前線の全体が、北海道の方に移動していきます。この二つの前線は、それぞれ、寒冷前線、温暖前線、と呼ばれ、このような記号で表されているのです。日本付近では、偏西風のために、天気が、西から東に移っていくという大きな特徴があることを覚えておいてください。では、この前線付近の雲の様子がどうなっているのかを勉強します。この図の、この付近の断面を、水平方向から見た図を描くと、このようになります。上の図のこの辺りの暖かい空気が、下の図では、この部分になります。上の図のこの辺りの冷たい空気が、下の図では、この部分やこの部分になります。上の図では、この冷たい空気が、このように押し込んできていますが、それは、下の図では、このように冷たい空気が押してきていることになります。また、この暖かい空気の押し込みは、下の図では、このような押し込みになっています。暖かい空気は軽いので、この冷たい空気の上に這い上がっていくようになっています。この境目が、この場合の前線面です。そして、この、地上に接しているところが、前線です。これが寒冷前線、こっちが温暖前線です。そして、偏西風のために、全体として右向きに移動していきます。この、左側の前線面付近の説明をします。ここでは、暖かい空気が、冷たい空気と触れているので、暖かい空気が、一気に真上に上昇しています。よって、とても背の高い大きな雲ができます。この雲は、積乱雲と呼ばれます。入道雲とも呼ばれます。とても厚みのある雲なので、この下では、太陽の光も届かず、暗くなります。その上、強烈な雨が降り、雷が鳴ることも多いのです。ただ、この幅が狭いので、1時間ほどの短い時間で雲が通り過ぎてしまいます。だから、急に強く降り出して、
短い時間で終わってしまうような雨になります。この突然の雨は、にわか雨と呼ばれています。この雲の名前はテストによく出ます。しっかり覚えておきましょう。今度は、温暖前線の方の雲を見ましょう。こちらは、このように、暖かい空気が、なだらかに上がっていくので、背の高い雲はできません。このような雲ができます。これらの雲は、この、積乱雲に比べると随分小さな雲ですので、強い雨にはなりません。でも、幅が広いので、長い時間の雨になります。温暖前線のこれらの雲のうち、名前を覚えておいてほしいのは、この、最も下の雲です。乱層雲と言います。乱という字がついているのは、天気が乱れるという意味です。